放送されている画像を受信した例が放送している、気象無線模写通報の気圧配置図、共同通信船舶ファクシミリ新聞電報局が放送していた、全日本会員組合の組合紙、船員新聞ファックス版ファクシミリ放送は、放送の電波を利用し、文字や図形の情報を、家庭や企業のファクシミリに送信して提供するサービスである。 ファクシミリ放送は1926年頃からアメリカ合衆国で試験的に実施されていたが放送電波の周波数上起こりうる電波障害や渾身、ファクシミリの端末など諸著の問題が影響し普及に至らなかった。その後日本の郵政省などが中心となって実用化に向けた様々な試験、試行が実施され一時期 NHK 放送技術研究所が NHK 衛星第2テレビジョンの深夜放送休止時に行った技術実験でもファクシミリ放送実用化に向けた試験を行ったこともある。具体的にはテレビの周波数領域の一部にある黒帯部分にニュース、気象情報、生活情報などの文字、図形情報の信号を送り、それを各家庭にあるファクシミリ、あるいはファクシミリ放送に対応したモデム搭載の プリンターに送信、印刷して、情報を閲覧できるようにするものである。家庭用の実用的な放送は行われていないが、通信社が、全国、全世界の新聞社、放送局などの報道機関向けに、短波放送の領域を使ったファクシミリ放送を実施したことがある。また、ラジオファクシミリとして、共同通信社が、船員向けのファックス新聞を、また気象庁が、漁船向けに、 天気図を送信している。ありがとうございます。